バラモン州、バラモン州、ブラーマン州、1977年7月5日帯は、日本のプロレスラー。本名、佐藤州。双子の兄であり、弟で同じく、プロレスラーのバラモン系とタッグチーム、バラモン兄弟結成して活動している。道のくプロレス限定で、本名名義で活動していたが2012年1月14日の、道のくプロレス。 八幡町民総合体育館大会後より、弟のケイと共にリングネームをバラモン名義に統一された。当流門の旧規制としてメキシコへ渡る。2002年5月11日、メキシコシティのアレナコリセオでデビュー。デビュー時はシャチマジン3号を名乗り、シャチマジン1号、2号、4号、4号の正体は、弟のケイと組み、複製、厚屋。 大柳錦木なり、小川内淳、菅原拓也組と対戦した。日本では、東龍門 X を中心に活動したが2004年9月9日、東龍門 X 自主工業終了後は、道の区プロレスに主戦場を置いた。双子の弟である、佐藤恵美、及び石森太しにと、セーラーボーイズを結成して、ベビーフェイスとして活動し、 東北拓王座にも挑戦した。歌を歌いながらの入場シーンが有名であったが、気仙沼次郎に口パクで入場していたことをばらされた。歌を歌いながらの入場は一人でいいという理由から、2005年7月9日、青森産業会館工業で沼次郎と歌コントラ化というコントラマッチを行い破れ、入場シーンからは歌が消えた。9月10日、後楽園ホールで、 ザグレートサスケを加えたニューセーラーボーイズとして歌を歌いながらの入場が復活した。レスラーのキャリアの大半が双子の兄弟でのタッグチーム活動が中心であったが2005年7月に道の区プロレスで行われたシングルレスラーのリリーグ戦、鉄人に参加しシングルレスラーとしての頭角も表し始めている。2005年10月、ガンマ、菅原拓也と組んで ヒールターンを果たした。ザグレート、サスケ宇宙人説を唱え構想を開始。マスから、サスケによると、ツラノカはコントラカベジェラマッチに破れ、それまで伸ばしていた髪をバッサリ切られてしまった。双子タックでは、東北タック王座を獲得。一度は、大阪プロレスのタイガースマスクフラッシュムーン組に東北タック王座の流出を許すが、すぐに取り返している。 正式所属をプロレスリングエルドーラドに移すと、バラモン兄弟とリングネームを改め、オカルト兄弟のような白装束や水晶玉を片手に未来を予言するようになる。バラモンの元ネタは宮下明の漫画、メラモンの家族からである。2007年以降、バラモン兄弟による自主興業大バラモン店では、ミミズやゴギブリなど生きた害虫などをリングでばらまく。 客席に浴びさす、虫を乗せた相手への体へダイブするなど、試合会場と客席からは避難号号となった。それから、バラモン兄弟の試合では生きた虫攻撃は欠かせぬものとなった。また2008年の大バラモン展2では、スピードオブサウンズ、ストムオスギヘラクレスチカの持つ、ウア世界タック王座に挑戦し、タイトル獲得に成功した。 エルドーラードの解散後により、フリーとなった。2009年5月6日、開園隊土壌にて、ヨシアハードコアキットギツネ、ジローの持つー、ハードコアタック王座に挑戦し、勝利、タイトル獲得に成功すると2010年3月、日野広シア稲松サブローに敗れるまで二度の防衛に成功。2010年後半からは第2本プロレスに参戦して、デスマッチにも挑戦。 2011年1月30日、名古屋クラブダイヤモンドホール大会で04 5ジャサルキチガイエス、黒天使ヌマサージャキアンド、カサイジュンの持つ BJW 認定、グオーザに、蛍光灯ラダー狂気持ち込み、デスマッチで挑戦し勝利して、同タイトルを獲得するが、2月12日後楽園、ホール大会で、同じ形式のリマッチに敗れ、初防衛に失敗。 6月27日、後楽園と7月31日、名古屋でも04後ジャサル基地がイエスからタイトルを奪った、ヤンキー2丁拳銃、宮本博史向き木高いサミに2度連続して、挑戦し2度とも敗退。このうち、6月の後楽園は30分、タイムアップドロー。2011年12月11日、宇宙大戦争ファイナルで、ザ・グレート・サスケ&、オーニター・組。 パートナーは、佐藤恵に、敗退、敗者ルールにより、岩手県内の大会から、追放、出場禁止になるが、翌2012年1月15日、ヤハ大会の前、試合終了後に登場し、コブシオンが結成した、アシュラエ・バラモン兄弟として合流した。4月28日の大日本高楽園大会にて、5月5日、横浜文化体育館大会で予定されていた。 アジアタック選手権試合、当初は、王者、関本大輔、岡林雄二 VS、挑戦者045者ガイエスが予定されてたが、河西淳の負傷欠場で横島サルキチガイエスのエントリーが取り消され、宙に浮いたのを見かね、第日本会長グレートソロクに、王座挑戦を要求。ベルト管理団体の全日本プロレスと第日本との交渉の末当日中に受理され、 横浜軍隊での挑戦を実現させたが試合には、敗れた。2014年5月5日、道の区プロレス、八幡町民総合体育館大会で、万マ丸と東北ジュニアヘビー級、王座決定トーナメント決勝戦を戦い、勝利したため、18代王者となった。バラモン信者とも呼ばれるファン層ともなれば、試合中であれ彼ら二人を見分けることは容易であるが、 そうではないファン層にとっては、どちらが衆でどちらが K なのかを試合に見分けるのは、至難の号である。タックマッチでの出場機会が多く、基本的に同じコスチュームと同じ髪型と、双子ならではの似ている顔、よく見れば、そうでもないが、当面には、見分けは難しいであり、見分けるポイントは使用義か、わずかに違う装飾のみである。過去から現在に至るまで、 区別がつくように K が、エルボーパッドを着用するなど明確な違いをつけてきて、いたが、すぐに、週が同じものをつけてしまい、またわからなくなることも珍しくなかった。2011年現在では、K のみ、オープンフィンガーグローブを着用しており、週は素手であるため、試合中透明に判断するにはグローブを着用している。K か、いュ週かが最もダウンしやすい材料となっている。 東京霊3の豊、本名町が見分け方として見つけたのが、髭の短い方が、週、長いのが恵み。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。